暑いですね。暑いな。まだ5月やけどな。もう半袖半端やな、お前。これでも耐えれないですもん。暑いな。寝るときも扇風機回してます。うっせやん。確かにな。なんかムシムシするよね。はい。なんで小林さん、カメラしてる。あ、そうそうそう、今ね、日下君が在宅勤務でちょっと今回初めて僕がカメラ役をしますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日はじゃあ新しい電子車両ができたので、うん、ご説明していきたいと思います。お願いします。はい。ベース車両が、はい、デラックス、はい、肉の 2000cc、はい、ガソリン車両です。はい。で、うちのコントラストパッケージ、はい、とプラスちょっとカスタム。おお、はい、じゃあまず上から、うん、バットパネル、はい、ヘッドライトカムですね、はい、とあとフロントリップスポイラーバージョン4、はい、もうマットブラックに塗装してます。いい感じです。今流行りのパンダカラーですね、うん、おお、いいじゃない、白黒ね。はい。でローダウンがまず3インチ、はい、ほうほう、落ちてるんで結構パリッとしてますね。だいぶパリッとしてますね、はい、でホイールがうちの EL 19インチ。おお、かっこいいね。マットガンメタリック。おお、森脇博元と同じホイールちゃん。僕はガンメタなんで、うん、こっちの方が大人カラーですね。大人カラーそう、そうですね、確かにね。まあまあ、オーバーフェンダーもマットブラックやしね、マットマットと着てるし余計合うね。そう、うん、でしかもオーバーフェンダーのピアスボルト付きなんで、うん、これがまたちょっと、そうやな、はい、雰囲気変わりますね。雰囲気変わる、旧車っぽく見えるしね。そうです、うん、かっこいい。で、まあ、タイヤサイズ、うん、225/40/19、はい、でホイールのオフセットが、はい、QJ のプラス18、はい、おお、ちょっといつもと違う、いつもと違うね、だいぶ攻めてるね。そうです、まあ、デラックスなんで、うん、内張りがちょっと薄いんで、うん、その分オフセットがちょっと攻めれる。なるほど、つまりちょっと攻めた。いい、これは前後ろ通しサイズ。そうです。おお、ということはローテーションも可能ということで、いいじゃないですか。めっちゃかっこいいですね。おー、かっこいい、好き。うん、じゃあ後ろです。うん、リアウィングバージョンは、うん、白、はい、これ、はい、うん、あ、どうぞどうぞ、ごめんね。で、エンブレムも、はい、マットブラックに合わせて塗装してます。なるほど、これはコントラストパッケージに含まれてるっていうことですね。含まれてます。ああ、いいじゃないですか。まあ、あとは純正になってるんで、うん、まあ、テールであったり、小牧さんの好きな4型テール、そうだね、純正テールね、変えてもらったりしてもいいかなと。おお、かっこいい、かっこいい。はい、まあ、中はですね、うん、まあ、内装は基本的にノーマルになってるんで、はい、まあ、今ちょっとこういう、純正のパーツが、まあ、積んであるんですけど、はい、まあ、こうやってちゃんとお返しさせてもらうんで、はい、はい、なるほど。次じゃあ2列目。そうですね、これもちろん新車ですよね。新車です。おお、なるほど。まあ、2列目も純正のシート、はい、まあ、シートカバーであったり、うん、まあ、プラスで付けていただく方は付けていただいたらいいかなと思います。なるほど、はい、OK です。はい、はい、次前ですね、うん、まあ、コントラストパッケージなんで、はい、基本的に内装はもう何も、まあ、最初は付いてない段階になるので、はい、まあ、あと追加カスタムでナビゲーションであったり付けていただければいいかなと思います。うん、なるほど。まあ、メーカーオプションはもう 100V のコンセントであったり、ちょっとエアバッグっていうのも付いてますので。そうやね、は
あとリアクーラー、リアヒーターもついとったね。うん、リアクーラーも純正オプションでついてます。リアヒーターもついてるっていう。ヒーターもついてますね。はい、まあね、所有者っぽいんですけど、はい、ファミリーカーとしてもね、ベッドつけたら全然そうですね、いけそうやもんね。結構6人乗れるようにしたいとかいう方も結構聞くんで、うん、ね、バンやったら5人までしか乗れないところ、デラックスやと6人乗れるんで、まあ、そこも結構いいポイントじゃないかなと思。おー、ええこと言うやん。うん、で6人家族です。え、目指せ6人家族です。あ、ヒロム何それいいじゃん、はい、すごくかっこいいかな。ねえ、はい、めちゃくちゃかっこいいですよ。どしっとしてるわ。で気に入ってます。あ、そう、はい、乗り換える。乗り換えましょうかで、気になる金額は。金額はお問い合わせいただければいいかなと。いいかなと。お答えさせてもらうという形かな。そうですね。いいじゃん。今はちょっとお、はい、お、もったいぶるね。まあでもデラックスなんで、お、金額はお買い求めやすい金額になってるとは思います。そうですね、はい、いいじゃない。ましてはこれね、あの即納車になるんで、はい、ご契約いただいたらすぐ納車がっていうのももちろん可能ですし、1ヶ月あれば。そうですね、はい、ね、まあ今自粛自粛言われてる中でネット商談っていうのもさせてもらってるんでね、そこでもお問い合わせいただければな。もう全然僕らはいつでも待ってますんでお問い合わせください了解。じゃあ今日はデラックスの電車のご紹介ということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。